皆さんこんにちは。第2代奈良シティコンシェルジュの増尾結衣です。今日は唐招提寺さんにやってまいりました。唐招提寺は鑑真和上により建てられたお寺で、現在は奈良時代に建てられた本堂、講堂が天平音響を伝える貴重な文化財として世界遺産にも登録されているお寺です。さてこの唐招提寺さんでは6月中旬から8月中旬にかけて境内各所でその花を楽しむことができ、約130の鉢と境内2か所の鉢池があります。創建時の姿を残す本堂と鉢の花のコラボレーションが見事ですよね。では早速行ってみましょう。大臣の副執事長石田さんにお話をお聞きしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。唐招提寺さんの蓮の花の特徴や見頃など教えていただけますか？はい、唐招提寺の蓮は、今から1200年前、鑑真和上が日本へ渡って来られる時に、レンコンを持ってきてるんですね。そのレンコンによるですね、3種類の蓮、これがあの中心となって、まあその後もですね、いろいろな鑑真さんの遺徳をしのぶ方から蓮を寄付していただいて、現在は大体50種類ぐらいの蓮が生育してますね。見ごろは大体まあ8月の半ばぐらいまで、いろいろなところでいろいろな蓮が咲くと。唐招提寺はあのご覧のようにですね、まあ、豊かな自然とそれから古い建物、こういったものがですね同居している、まあ、とてもですね、あの大変その癒される空間だと思うんですね。まあ、ぜひそのあたりをですね、少しあの精神の生活に唐招提寺をお伺いいただきたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらの唐招提寺さんの拝観時間は午前8時30分から午後5時までとなります。明日は早朝に咲き、昼過ぎには閉じてしまいます。明日の花が境内に咲き誇る時期に早起きして出かけてみてはいかがでしょうか。